ヒゲドラジオ。皆さんピコピコ。はい、ピコピコ系ミュージシャンのヒゲドライバーです。この番組は僕が音楽を通じて関わった声優さんやアニソンアーティスト、 VTuber やクリエイターなど様々なジャンルからゲストを迎えてトークしていく番組です。はい、ということでヒゲドラジオ第9回の放送ですが、お気づきの方もすぐいらっしゃると思いますがね、なんと今日は映像がなく、そうなんです、ちょっとねこの最近のコロナのね状況を鑑みて今回はリモートでの収録と、なっております。そのため、音声のみで放送となっております。ご了承ください。いつもと変わらず楽しくお届けしていこうと思っておりますが、そしてですね、なんとね今日はね初のゲストなし回なんですよそうなんです、ちょっとねどういう意味ではねちょっと緊張してるんですが、でもある意味ラジオってこういうことだよねっていう、気持ちもあるんですよね。ついに俺のヒゲドラジオついにここに来たみたいなねなんかでもさ、いいじゃないですか、この一人で何やってもいいんだなみたいなさ何やってやろうか、しかも映像ないからさ、もうねどんな格好したってみんなにバレないし、もうちょっとね俺だけのヒゲドライバーワールドをねちょっとね変な顔しながらちょっとやっていきたいなと思っております。はい、ということでですね、今回はねそのゲストさんもいらっしゃらないので、せっかくなんでねメールをたくさんね紹介して、あとコーナーの方もしっかりねやっていきたいと思っておりますよ。はい、ということでそれではそろそろ始めていきましょう。実況や感想はハッシュタグカタカナでヒゲドラジオをつけてツイートしてください。ヒゲドライバーのヒゲドラジオ、最後までよろしくお願いします。ヒゲドライバーのヒゲドラジオ。はい、ということで改めましてヒゲドライバーです。ねえ、ちょっとねせっかく本当に一人会なのでね、ちょっとフリートークとか初めにねやってみようかなと思うんですけど、なかなかねこれがなかなかネタがないっていうのもさ、これさ皆さんすごいなって思うんですよ、フリートークオープニングでされてる方々ね、なんか外に出るときっとなんか出会いがあったり発見があったりするじゃないですか。僕はねもう日々が家の中でパソコンと向き合っての日々なんで、なかなかねそのフリートークのネタってね困るんですが、そんな中でもね最近ちょっとあったことというとね、先日うちのお嫁さんの誕生日がありまして、ということはですね、結構結婚発表からもう1年経ったっていうことなんですけどね、そうもう1年だなって思いながら、でその時もですねうちのその奥さんがうどんが好きなので、初めてこのねうどんを手作りしてあげたんですよ。最近ねコロナのあれもあって丸亀製麺さんねすごい奥さん大好きなんで、でねそれのねレシピをその料理人うどん職人の方が YouTube で公開してくれてるんですよ。丸亀製麺はこうやって作ってるんですよつって、こういうご時世なんで皆さんご自宅でどうぞっていうのを見て、あいいじゃんと思って、その丸亀製麺さんの動画見ながら頑張って作ってるんですよ。でうどん作り初めてやったけどすごいね面白いです。なんかねイメージ的にはもっと複雑で大変なのかなって思ってたんですけど、結構シンプルで、で材料もね小麦粉と塩のみなんですよ。小麦粉塩水以上みたいな
感じで、もう本当にねすぐご自宅で誰でも簡単に作れるんですよ。だからこそねこの奥が深かったりするんですけど、でもしっかり丁寧に説明してくれてるので、それ見ながらねやるとね、ほんと結構いい感じにうどんができていくんですけど、ね最後の最後の工程、麺を切る工程っていうのがあるんですけど、そこでねなんかね太さがねいまいち分からず、なんかいつも食べてるぐらいのうどんの太さで、しかもうちの奥さんがねちょっと太麺が好きなんですよ、うどんの中でも、っていうのもあって、まあこれぐらいちょっと太めかなぐらいの感じでなんか切っていくと、茹でた時にどんどん水分吸っちゃってブヨブヨ膨らんでいくんですよなの で初回それでもうね太い太いうどんができちゃってでも味は美味しかったって言って喜んでくれてたんですけど、まあちょっと心の中ではまたリベンジしたいなって思いながらの1年越しの、そうなんです、今年だったんですけど、もうねまたねやっちゃったんですよこんぐらいだろうなって思って、なんかほんとね膨らんじゃうんですよねあれね。だからちょっとねこの話聞いて作りたいなって思ってる方はね、ちょっと気をつけてもらいたいのが、うどん膨らむんでちょっとね切る時にはちょっと気持ちちょっと細めを意識した方が良いかなと思っております。いやでもね本当にねちゃんとしたうどんがそれでねできるんで面白いです。本当にぜひぜひね皆様もご自宅でやってみてください。はい、というようなねことがあったので近況報告でしたはい、ということでですね、先ほども言った通り、今日はねメールの方もいっぱいご紹介したいなと思っておりますので、ここからちょっとね読ませていただきますよ。まずですねラジオネームエレジーさんからですね、ヒゲドライバーさんこんにちは。こんにちは。この前のねねちゲスト回聞きました、ありがとうございます。そうですね、前回までねねちに来ていただきましたね、桃鈴ねねさんですね。はい、オリジナル曲3曲の制作秘話やネギユーの話など初めて聞く内容もあり、とても興味深く聞かせてもらいました。またヒゲドライバーさんの曲作りへの姿勢にすごく感動しました。おお、ありがとうございます。歌う人のキャラクター性や大切に思っていることを徹底的に調べて曲にしていくという話を聞き、なんて愛のある作業なんだと思いましたと。いやーありがとうございます。そりゃあんないい曲ができるはずだわと一人で納得、かっこ上から目線ですいませんと。いえいえ、根っことしてもすごく嬉しくなるエピソードでした。桃のねヘビロテしまくってます、それではということで、エレジーさんありがとうございます。そうなんです、桃鈴ねねさんね来ていただいてね、すごい割とがっつり曲作り秘話みたいなね裏話しっかりさせてもらってね、なかなかでもああいう機会ってないから、僕もでも楽しかったです。なんか曲作りこうやって作っていってるんだよみたいな話ができるのは、まあもちろんねねちの曲もそうだし、他のねコンテンツの曲だったりとかアニメだったりゲームだったりとかの曲もね、それぞれにやっぱりいろんなこだわりがあったり裏話とかもあったりするんですけどね、まあねねちに関してはでもやっぱりねいっぱい調べたのはやっぱり自分もね知らなかったっていうのももちろんあるんですよね。やっぱり VTuber さんそんな普段から見てるタイプではないんで、でもやっぱりこういう曲作るとなったらどうしようってなってね、いっぱいねだから動画とか見させてもらったりして勉強していってって感じだったんですけど、でもこうやってねなんか愛が伝わったのなら本当に良かったなと思います。ありがとうございます、エレジーさんでした。じゃあ続いてのメールもいきますね。ラジオネームかきねっこさんですね、ヒゲドライバーさんピコ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 、前回の放送しっかり拝聴させていただきました、ありがとうございます。ねねちの音楽のルーツや歌うことへの並々ならぬ思いなど、ねねちのいろんな一面を知ることができてとても面白かったです。特にお母さんに下手くそと言われたエピソードは意外すぎて驚きました笑い。
そこからあの負けん気の強さが育まれたのかななんて考えると、今後のねねちの歌配信もまた違った見方ができそうです。うん。ちなみにヒゲドライバーさんは親や周りから言われてバネになった言葉などありますか、ということなんですね。うん、ね、ねねちは下手くそと言われてね、でも本当にね、すごい、なんだろう、芯が強いというか根性があるというかね、すごくいいとこですよね、ねねちのね。僕言われてなんかねバネになった言葉など、でも確かに僕もあるんですよね。やっぱりなんか同級生とかに音楽、俺は音楽でなんか飯食ってくんだ、なんなら俺が世界一のミュージシャンになってやるんだみたいなね結構やっぱりそんぐらいの気持ちでやってんすよね。なんか多分夢持ってる人ってみんなそうだと思いますけどね。なんかここぐらいまでで収まろうみたいな人ってなかなかいないと思うんで、もう行くなら突き抜けて俺天下取ってやるぜみたいなことをね、周りにやっぱ豪語してたんですけど、やっぱりその度にいやできっこないでしょみたいなそんな簡単にできねえよみたいなことをね、やっぱ言う友達もいるんすよ、ね、その度にくそ見てろよって思いながら、やっぱりいつかそのね見返してやるっていうのはあって、まあそういうのって確かにバネになってるっちゃバネになってるなと思いますね。あとね、結構ね印象に残ってるのが、うちのね父親にね言われた言葉があって、うちの父親はねもう結構前にガンでね亡くなっちゃったんですけど、そのねちょっと前ぐらいに、亡くなるちょっと前ぐらいに最後にねした会話が、慎吾、僕慎吾なんですけど本名慎吾、今の生活は楽しいかって聞かれたんですよ。それはもうねヒゲドライバーなって直後ぐらいの話だったんですけど、今の生活楽しいかって、僕はだから経緯を言うとね、大学生だったの、大学を卒業して就職せず、なんかだからプラプラしながら音楽やってたわけなんですよ。プロになってやるんだとか言いながらねっていうのもね、なんか許してくれた親も本当にありがたいし、なんかそうやってなんか楽しいかって聞かれたのが、でもなんかね嬉しかったし、はっと思ったのが、そっかこういうことね、せっかくやるんだからちゃんと楽しくやっていかなきゃなと思ったんですよね。なんか好きなことをお仕事にねできるってことはすごく恵まれてることだしなっていうのはあるんで、なんか楽しくね音楽はやっていきたいなっていうのはね、すごく胸に思ってることですね。うん、っていう話です。はい、柿根子さんありがとうございました。続いてのメールもいっちゃいましょう。ラジオネームジュリさん、あと何通ぐらいいけます？あと1通です。 1ぐらい。あ、じゃあそしたら、あ、じゃあ次はから言ってください。はいはい、そしたらじゃあ次は、ラジオネーム調子のももこさんからですね。はい、ひげさんピコ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 、先日の放送で髪色について悩まれてましたが、ひげさんは色塩で塩顔なのでどんな髪色も似合うと思います。ありがとうございます。私個人的には白に近い金髪も今の落ち着いた髪色もどっちも好きです。 A3 のスメラギ天満の楽曲つながりで江口拓也さんのゲストに呼んで髪色談義とかしてほしいです。ありがとうございます。 A3 ファンの桃子さんですね。ね、そうなんですよ、髪色についてはね結構だから暗い方がいい、明るい方がいい、いろいろね意見もありつつ、僕もねだから未だに悩んでるんですけど、で悩みながらだんだんね髪洗ってると色が落ちてきて、まただからだんだん明るくなってきてみたいな、ね、今だからねすごいねふわふわした状態なんですけど、そうなんですよ、白い近い金髪も
ね、よかったんすよ。僕ね、でもやっぱり、一回黒にしてみようかなっていう気持ちではあります、今は。なんか、初めて金髪にしたのが30半ばっていうね。どんな、なんか遅い反抗期なんだよって感じなんですけど。ね、そうなんです。で、今ね、40を近くなってきたんですよ。なのでね、一回ちょっと落ち着いた大人の 大人のこのね、黒の感じっていうのを一回ちょっと目指してみようかなと思ってるので、なので、ちょっとね、今黒にする方向で ちょっと動いていますが、それでもブリーチの髪がまだちょっとね、残ってたりするんで、まだちょっとふわふわした時期が 続くかもしれませんが、ちょっとね、温かい目で、見守っていただけたらと思っております。ね、江口さん、そうなんですよね、金髪でね、江口さんも、そう、金髪つながりで、この間ね、エジソンで呼んでいただいて、ね、お話しさせていただきましたけど、今度はね、そう、僕の番組にも来ていただけるといいな、という希望だけ言っときつつ はい、調子の桃子さんでした。ありがとうございました。はい、ということで、メールの方はこの辺りで。はい、ありがとうございました。今後も一人会はやっていこうと思うので、ぜひ気軽にメールを送ってください。お待ちしています。はい、それではここで1曲お届けします。ヒゲドライバーのですね、15周年曲の、大したことじゃないですけど、前にね、流した時は割とワンコーラスで、ちょっとね、いいとこで 終わっちゃったのもあったので、今日はせっかくなんでね、フルを流して、これ最後まで聞かなきゃね ストーリー完結しないんで、ちょっとぜひぜひ通して聞いていただけたらなと思っております。はい、それでは聞いてください。ヒゲドライバーで大したことじゃない。なんとなくできてきました。ダラダラと時間を無駄に消費してきました。30過ぎた頃からもう変われなくなってきて、気づけば逃げ道もなくなってました。神様、人生はこんなにも苦しくて無情なのでしょうか。このままじゃダメだなんて分かってるんだけど、疲れてしまってこう思うのです。死んでしまいたい。先月仕事をなくしました。次の家賃を払うお金もなくなりました。なんか世間から見放されたような気がして、暗い部屋で一人泣いてました。神様、せりたくなんて言わない、人並みの幸せが欲しいだけ。これ以上は無理してまで生きていたくないよ。そんな時ふとこう思うのです。死んでしまいたい。過ちだったらたくさんあったな。素直になれなかったこと、嘘をついたこと、親に迷惑ば
様どうしてこんなにもうまく生きていけないのでしょうか。このままはでも誰も悲しまないだろう。そういうのを聞くとスマホから聞こえる歌が、何度失敗して恥をかいても何度壁にぶつかって悩んだとしても、君が生きてることに比べたらそんなちっぽけなことは大したことじゃない。家ドライバーの家ドラジオ、ピコピコツッコミ。はい、このコーナーは僕の代名詞でもあるピコピコサウンドにちなんで、ピコピコハンマーを叩いてやりたくなったエピソードを募集しております。みんなで共感してスカッとしていくコーナーです。はい、ついにやってきました。翔さんとねお試し的にやった以来なんですけど、ちなみに実は今日はですね、スタジオじゃないのでピコピコハンマーがないのでなので、口頭でピコピコ言っていきますのでご容赦ください。はい、それでは皆さんからのメールを紹介していきましょう。ラジオネームゆっけさん。駅の階段に上る人、降りる人のためにやるしがありますね。僕はあれを守らない人にイラッとします。特に逆走してくる人とぶつかった時、相手側にイラッとした顔をされると余計になんでやねんと突っ込みたくなります。いやー、ピコ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 これはピコってますねいやー、わかるわかるね、あれあるんだよな。何なんだろうね、あの守らない人。なんかね、人少ない時にそりゃね律儀に守らなくてもいいよとは思うけど、人いる時にもね、わざわざなんかさ、すげえ間縫ってグイグイ来る人もいたりするし。でね、あ、僕ねこれね聞いて、これもねユッケさんが言ったのもピコなんですけど、僕ね一個すっげえピコなのがあって、これねラジオで口で説明するの超むずいんですけど、階段降りるときあるじゃないですか。階段降りるとき人多いとバーって列になっていくじゃないですか、降りるその上のところで。でその時なんか横からクイッて入ってくる人 いたりするじゃないですかなんかね、向こう側から来た人がクイッとなんかそのね、ちょうど列の先頭の辺にクイッと入っていく感じ。いや、まあ確かに列の後ろまで来いよとは言わないけど、にしてもなんかちょっと申し訳なさそうにしてくれよとかねあの感じ何なんだろう。あそこのね解決策いつもなんかなんかねどうしたら納得するんだろうっていうのを思うんだけど、いやーわかる。でもね、駅はピコなことが多いっす。確かにピコだこれは。はい、ということでちょっとね、このユッケさんのメールは、80ピコです。おー、100ピコ中80ピコこれはね点数で言っていきますね
80ピコ、結構高いピコですね。はい、いやーピコピコツッコミついにできましたね。はい、ということで、今回はここまでとなります。はい、以上ピコピコツッコミのコーナーでした。はい、お送りしてきましたヒゲドライバーのヒゲドラジオ、そろそろエンディングです。いやー一人会なんかでも意外とできるもんだな、皆さんのメール読んでると楽しかったですね、うん、はい、では番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。ヒゲドラアットマーク joqr.net、 ヒゲドラアットマーク joqr.net までお送りください。ヒゲドラは HIGEDORA です。番組の感想やゲストさんへの質問なども何でも募集中です。そしてコーナー宛てへのメールも募集しております。ピコピコ系サウンドにちなんでピコピコハンマーで叩いてやりたくなったエピソードを募集するピコピコツッコミのコーナー、さらに皆さんが体験した恥ずかしい出来事や失敗などを募集するあまりヒゲしないでくださいのコーナー、それぞれのメールもお待ちしております。そして文化放送 A&G の公式 YouTube チャンネルで番組のアーカイブが配信されてますので、そちらもチェックしてください。その他詳細は番組の公式 Twitter をご覧ください。収録時の写真もアップしてますので、フォローと合わせてよろしくお願いします。最後に僕からお知らせですが、前回のねゲストのおもすじねねさんの1周年記念して発表されました「もものね」という曲ね、ぜひぜひ聴いていただけたらと思っております。そして、今日流しましたけど「大したことじゃない」というね新曲が、YouTube とかでも MV も出てるし各種配信もやっておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、そして次回の放送はまたゲストをお迎えしてお送りします。来週登場いただくのはなんとカラスヤサボーさんです。うん、ね、身近だ身近な人にね来てもらいます。皆さんからの質問やメッセージもお待ちしてます。カラスヤさんといったらねアイマスシリーズの楽曲でもおなじみですし、なんといってもねお願いマッスルがねもうねバズりまくってるカラスヤさんに来てもらいますので、はい、楽しいトークを繰り広げていきたいと思っております。さらに、カラス屋さんに続き再来週のゲストも決定しております。こちらがですね、音楽活動もされています、今やですねもう漫画家でありますノッツさんですね。山口のね地元つながりでもあったりするんで地元トークもできるといいなと思いつつ、こちらも質問やメッセージをお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ということでそろそろお時間です。はい、ここまでのお相手はヒゲドライバーでした。ありがとうございました。ピコピコー。